皆さん、こんにちは。音の距離を測る言葉、パート2は、音程についてお話ししたいと思います。前回の音の距離を測る方法と、大きく違うのは、メジャースケールが基本になることです。この表をご覧ください。ドから同じ音域のドですが、ドから、どのナチュラルは、1度です。ドから、どのシャープも、1度と言います。さらに、 ドからドのダブルシャープも1度と言います。この違いを表すには別の言葉がありドからドは全て1度なのですそして実際の音の距離にかかわらずドレミファソラシドで考えますドからレは2度ドからミは3度と続きますこれを他の音例えば からの距離でも同じように考えますミからソならミはヒソで3度ですところで前回やったようにメジャースケールドレミファソラシドは音が規則正しく並んでいません同じ3度でもドからミは全音2つで2全音です同じ3度でもミからヒソは半音と全音で1音半ですでも 両方とも3度と一言で言ってしまいます数え慣れるのに経験が必要だと思いますので例題をいくつか出します問1レからラレミファソラで答えは5度です問2ファからシ。 ファソラシ、で、答えは4度です。問い3、ドからシ、ドレミファソラシ、で、答えは7度です。問い4、シからド、シド、で、答えは2度、問い5 ミからファミファ、で答えは2度ドイルクミシャープからファミファで答えは2度でもこれだけでは不便というか距離を測る目的には役不足です そこでそれらをもっと正確に区別する他の言い方と併用しますその響きからさらに2つのグループに分けられます1度4度5度8度は同時に演奏した場合に濁りの少ないハーモニーで完成された響きをしているということから完全形パーフェクトと分類され半音でもずれようものなら濁ってしまいますこのことからこのように考えます この表は、5度を例にとっています。まず、一番基本となる5度、とから、ソの距離を、完全5度と言います。とても調和した響きで、パーフェクト、フィフス、略して、B5 と言います。ロックなどで、パワーコードと言いますが、意味は違います。でも、示していることは、ほぼ同義です。完全の、B を、誰かが、 勘違いしししてパワーと読んん。でままっただけかもしれませんそして、完成されているがゆえに、半音でもずれると、特徴的な響きになります。ドから、ソシャープまでの距離を、ゾウ5度、オーグメンテッド5、略して、オーギュ5。ドから、ソフラットまでの距離を、弦5度、ディミニッシュと5、略して、ティム5。さらにずれると、10、ゾー5度、10、弦5度、と表します。 音を聞き比べて確認してください。 これらを完全形と分類します。メジャースケールのドから同じドの距離を B1 ドからファを B4 ドからソを B5 ドからオクターブ上のドを B8 としてそれが変化した時に奥義やディムなどの言葉を使うのです。例題を解きながら解説します。01ドから トレミファでで完全4度です。メジャースケールの1度、4度、5度、8度は、すべて完全音程です。これは決定事項です。暗記してください。これを基準にして、他の音程を測ります。0、2、ファから、シ。ファソラシで、4度ですが、P か、オーギュか、ディムか、わかりません。 4度の基本であるドレミファと比較してみます。ドレミファで、全前半です。それに対して、ァソラシは、全全全です。半音多いのです。奥義4度となります。確認問題です。空欄を埋めてください。音程を答えるときは、ティム語という風に答えてください。問1。 ドからかっこはティム語。答えはソフラットです問い2しからファはかっこ答えはティム語。問い3ファからしは 答えはおう4です問4ミフラットからシフラットはカッ答えは B5 問5ファシャープからカッは B5 答えは、ドシャープです。お疲れ様でした。いかがでしたかわからないこと、不安な部分があれば、見返してみてください。初めて聞く言葉は、必要以上に難しく感じさせるものです。意味がわからなくても、何度か見て言葉になれると、意味までわかってくることがあります。とれみで、歌を学ぶのと似ていますね。次回は 上短形、2度3度6度7度についてお話ししたいと思います。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。